疲れ様です。お疲れ様です。キャンプ、二次キャンプがスタートしましたけども、コンディションの方はどうですか？まあ一次キャンプでしっかりいい土台が作れて体も仕上がってきてます。まあ、今回のキャンプは一人部屋ということで、まあ、練習以外ではどんな感じで過ごしてますか？そうですね、まあ、練習で出た疲労を取るために、まあ、自分でケアすることをしていますね、主には。はい、結構こうチームメイトにはこう世代の同じというか若い選手が多いですけど、どんな感じで過ごしますか皆さん？まあ、みんないい人ばっかりで本当に毎日が楽しいです。はい、まあ、キャンプもまだ、10日以上続きますけども、キャンプに向けた意気込みをお願いします。まあ、ここからまた練習試合が3試合あるので、その1試合1試合を大事に戦って、いい開幕のスタートが切れるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。